宝箱欲しいな。どうやって行くんだっけ、あそこ。いやらしいな、この。あ、当たっちゃった、やっぱり。わあ、なんか強そうなの出てきたよ。邪剣、禁欲、ん？貪欲？どっちだ？邪剣。邪剣って犬夜叉にいたよな、そういえば。殺生丸の後くっついていく。偉そうな妖怪いたよな、そういえば。24か。まあ、攻撃でいいか。普通に。1800邪剣強えな。どうした？お前、主婚のかけらでも拾ったのか？まあ普通に邪剣からやっていきましょうか。だいたいこいつ、この2体いる方からやってった方がなんか、ね、セオリーな感じはするんだよな。大丈夫かこれ。あー、まずいぞ。うわぁ、逃げたい、逃げたい、逃げたい。ちょっと次も、逃げでやるか。いや、これ多分普通にやっても勝てないかも。精神ついてでいいよ。あ、いいよ、いいよ、いいよ。うん。それで、頑張って自分を、あー！行くぜ！きつくないか、これ。あんまりじゃないか、これ。あー、誰がいいかな。はい、はい、強いですね。こんな感じですよ。やり直しか。己の強さに限界を感じ、悩みに悩み抜いた結果、俺がたどり着いた先は、感謝であった。自分自身を楽しませてくれた、このゲームへの限りなく大きな恩、自分なりに少しでも返そうと思い立ったのが、1日1万回、感謝の小金稼ぎ、気を整え、拝み、祈り、敵を見つけて、稼ぐ。一連の動作を一回こなすのに、当初は5、6秒。1万回を稼ぎ終えるまでに、初日は18時間以上を費やした。稼ぎ終えれば倒れるように寝る。起きてはまた稼ぐを繰り返す日々。山を降りた時、コウスケたちの拳は、音を置き去りにした。怪物が誕生した。一応言っときますけど、今のやつ全部ネタですからね。一日で実際終わったからね。あんまり、あれ真剣に受け止めないでね。やってみたかっただけなんでね。はい。というわけで。みんなね、レベルが36とか35とか。で、持ち金が46万と、今まで見たことないような感じになってますが、ここら辺ちょっと録画で音声がね、また乱れてたんで、ちょっと画像で簡単に説明していきたいと思います。はい。というわけで、まずは、コウスケくんの装備から。はい。とりあえずこんな感じなんですけど、後で説明するんですが、力への渇望をコウスケに移しました。はい。で、百戦錬磨息と戦は変わらず、アクトプラスを新たに買ってキーのコンボプラス2をつけてる感じです。はい。次、葵ちゃん。葵ちゃんは、攻撃力、めっちゃ上げて、力の、攻めの結晶で攻撃力をめっちゃ上げて、まあ、バランス良くした感じですね。素早さもちょっと上がってます。はい、じいちゃん。じいちゃんがね、攻撃力、また決勝で上げて、で、じいちゃんをメインアタッカーにちょっとしようと思いました。というのも、コウスケにね、力への渇望が映ってたと思うんですけど、じいちゃんの力への渇望を装備させちゃうと、トリプルチャージとかコンボプラス2で、なんかあれなんですよね、結局、スキルソウルが、容量が足んなくなっちゃうので、コウスケに、バフの役目を与えて、じいちゃんはもう攻撃専門にすることにしました。で、MP0 になっちゃうんですけど、攻撃力爆上げで本当に攻撃だけの職人にさせましたというわけですね。はい。じいちゃん、こう動きたい。はい、最後、まなみちゃんですけど、まなみちゃんも攻撃力と、素早さ上げてきました。
で、業務流星、神羅万象、神道明脈の境地、ハーフコスト、猶予得意点というね、スキルソウルを買ってきまして、アクトプラス。猶予得意点というのは、物流無効を、3ターン継続させる単体にね、1人にかけられるんですけど、アクトプラスがあるので3回行動できるので、1ターンに3人、物理無効をかけることができたり、ね、神道明脈の境地で TP をみんなの TP を爆上げさせたりと、まあ、チームの要かなというわけで、サポートしつつ攻撃もできますよというキャラクターにさせました。ちょっと一回試しに戦闘を挟んでみますか。どんな感じになったのかを。見せようかなと思いますして。まあ、この辺前回苦戦しましたね。前回っていうかこの前の。こいつらのセッションもね、もう、こいつら倒しまくって修行しましたからね。これ、俺たち。もう余裕ですよ、今となっては。まあ、とりあえず、なんだ、テンプレのスタイルっていうか、いきますか。鉄製かけて、発毛かけて攻撃します。で、葵ちゃんじゃなくて、ましみちゃんが、得意点かけるまでもないんで、まあ、滅却かな。滅却、二度掛け、三度掛けしてもいいんだけど、どうしよう。エース使うか。エース。で、葵ちゃんが、予防をかけて、一応ね、一応かけて、上菜。で、じいちゃんが、もう攻撃しかできないと。殺戮マシンとかしたじいちゃん、3回攻撃。はい、これ見てください。これね、前回めっちゃ苦戦したと思うんですけど、修行した段階でもね、2ターンで倒せるようになったんですよ、こいつは。で、さらに、装備を変えたことにより、下手したら1ターンで勝てるようになるという、恐ろしく、成長しましたよ、こいつら。この4人。まあ、このゲームね、レベル上げしてて気づいたんですけど、レベルってそんな関係ないかなと思って、なんか、ステータス見ても、レベル上がってもなんか変わってないから、結局装備ソウルと、あれかね、スキルソウル、もう変えなきゃ、強くならないのかなと思って、レベル、お金を、が貯まるまでめっちゃ、やってたら勝手にレベル上がってたんで、気にしないでやってたんですけど。と、はい、はいはいはい、強いっすね。倒したんじゃないこれ。こいつも、ジャインも。ほら、来た、一旦、ワンタンキル。強い。という感じでございます。こんな感じで、まあ、先に進んでいきましょう。お、宝バーコン。ノーコスト。お、これなんだっけ。ノーコスト、ノーコスト。はいはいはい。消費 MP がゼロになる。ちょい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 、これ、ハーフコストの上位互換じゃないの。え、これ、つけよう、ちょっと強いけど。まあまあまあ、リミットレスつけなきゃ別にいいんだよね。リミットレス戦闘中につけなきゃ、俺別に何でもいいと思うから、つけよう、これ。消費 MP ゼロにして。宝箱ね、やっぱここにあるやつは全部強い。お、で、お前がまたいた。ワイオレス社の導きで死神。何かある?何かあるだろうね。さすがに何かなきゃおかしいだろう。何かある?41。はい。あ、ちゃちゃちゃ。何かある?こいつは、モンバーさんだよね。しかしこの感じは、間違いなく何かあるぞ、この先に。みんな、気をつけて進もう。あ、あとそうだ、すいません、同じパートになってるか分かんないんですけど、この前ね、編集じゃねえ、マイクの、ね、音がおかしくなっててすいませんでしたね。なんか、C3PO みたいな声になってたよね、俺、多分。本当に申し訳ない。設定ちょっと間違えてて、ね、エコーがかかるみたいな声になっちゃいましたけど。当たっちった。やってきますか。こいつ、もうごとジャケン様と、ああ、こいつ倒せる、大丈夫、大丈夫。こちらはまあ比較的、邪剣様に気をつければ勝てるかな。あ、通った。あれか、防御カップか。ごめん、勘違いしてた。はい。で、ちょっと気になったんで、試してみましょう。ノーコストで、どうしようかな。業務流星をちょっと、この MP0 になるが、敏捷性上がるみたいな、こういう系に変えてやってみますか、試しに。じゃあ、敏捷性のやつでやってみようか。どうしよう。防御のやつでやってみよう。よし、強化制御装備して。あー、ちょっと、危ない。マジビビった、ちょっと俺キーボード多分どっかタッチミスして、間違ってゲーム終わらせちゃったんだよね。終了ボタン多分どっかしらで押しちゃって、うわー、よかったー。なんか初めの方で。セーブしてなかったから、ちょっとやり直してきました。今回始めたところからね。はい、というわけで、前回と違うので、敵倒したら、攻めの結晶と守りの結晶を1個ずつ手に入れて、あ、これは元々あったかな。はいはい。弾はあれか、4上げるんだね。したらどつかな、どつかな、どつかな、じいちゃんかな。
とりあえずじいちゃんにやって、装備変えたから、めっちゃ下がっちゃったな、翼が。で、攻めの決勝は、どうしよう。コウスケでいっかな。じいちゃんがね、今すげえ上がってるんで。で、守りだな、守りどうしよう。久々に手に入った守り。全然出てこないんですよね、守りだけ。100! じいちゃんでしょう今ちょっとめっちゃ、あれだね、じいちゃん。攻撃特化になっちゃったせいで。バランスが悪い。で、さっきひらめいたことを試していきましょう。防御のやつでいっか。強化制限つけて、はい、こっからですね。またやっていきましょう。すいませんでした。じゃあ、こいつだ。どうなる？で、葵ちゃんじゃなくて、まなみちゃん。お。使える？お、使える！あ、これいいな。これいいっすよ。使えるなら。じゃあどうしよう。防御力爆上げ状態で、普通に MP なくても使えるってことは。あ、これいい。これいいしか言ってないけど、さっきから。じゃあどうしよう。有用得意点かけるか。滅却するか。好きな方を選べる。いいですね。滅却、いや、いいや。得意点にしとこう。で、じいちゃん。で、自分。で、で、コウスケ。まあ、おいちゃん防御力高いから、しばらくほっといても大丈夫かな。あ、そっか、こいつ、ん？バフかけてんだね。で、物理無効かかってる。物理無効、こいつの物理無効さ、一応通らないことないんだよね、なんか。試しに、さっきやってみたんですけど。よくわかんない、物理無効。じゃあ、プリズムで決めときましょうか。で、得意点、かけ直して、いきましょう。いやー強いな、これ。ハーフコストでもさ、得意点50なんだよ。本来100だからね、MP。消費。いや、強いわ。ただで打ちまくれるっていう。アクトクラス投げまくってたら、もう一個つけたらさ、一旦4人、得意点かけられるんだよね。さすがに、ちょっと容量の問題で厳しいんだけど。オッケーオッケー。じゃあ、これでいきますね。強化水欠で、MP0 にするけど、防御力めっちゃ上げて、で、神羅万象で、50、他の能力も上げて、すべての能力上げて、ノーコスト、有得意点、アクトプラス、チントアメキック、あー、これでいいですね。はい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 。オッケー。行きましょう。ここ、よし。危ねえ。危ねえ危ねえ危ねえ。できるだけ当たりたくない。この先に何かいることはね、もう見た感じわかるから。あ、これどうやって行くの？こっち？こ、上にも行ける。上げた。あー、いた。で、敵もおられる。宝箱欲しいな。特に未練の強い死者には力と現世干渉する役目を与え。途切れ途切れすぎる。もう全部一気に言ってくれよ、お前。気になるわ。こっちはいけない。こっちもいけない。こっちか。で、宝箱。はい。アクトプラス、ここで来るか。ここで来てくれるのか。ありがてえな。ありがたいけど、ちょっとこっちの装備も、もう、だんだん固まってきちゃったので、どうしようねって感じだけど。あー、予防、新規。あー、ちょっと待って。防御、あ、でも、城塞な、あれが、心配なんですよ。有用得意点で、みんなを物理無効化する前の状態の時に、やっぱりあった方がいいかなって思うんだよな。城塞は。防御力アップはね。みんな、じいちゃんが特に死にやすくなってるんで、難しいとこだけど、そうね。ノーコストがもう一個手に入れば、また変わってくるんだけど。まあ、とりあえず今いいかな。もったいない気もするけど。よし、じゃあ先に行こう。こっちが、セキュルトかな。はいはい。おどき、おどき、おどき。こっち来ないで。こっち来ないで。こっち来ないで。あ、くそ。もう、上に向かう気しかないな、こいつ。おい！新しい敵だ。こいつが？なんだこれ、読めない。難しい感じ。常用漢字ではないな、貴様。はい。じゃあ倒していこう。どうしよう。ジャインから行った方がいいかな。倒しやすいやつから先に倒していきましょうか。で、得意点を、かける。かける。そして、かける。いいですね。はい、オッケー。そうそう、すいません。今頃なんですけど、その攻撃力爆上げなんでコウスケに使わなかったかというと、まぁ、ちょっと、
ちょっとだけ話したんですけど、伝わってなかった例なんで、これを使いたいんですよね。つかないの渇望と神速の絶対。これを使いたい、これを外したくなかったのと、あとね、じいちゃんがやっぱり、TP がめっちゃ高いじゃないですか、じいちゃんスキルが。これね。だから、本当にじいちゃん、トリプルチャージとかで、スキルと、アタック専門にしたかったんですよね。ちょっと待って、説明が難しいな。コウスケに、あれを使ってしまうと、あれね、この MP0 になっちゃって、攻撃力が250とかすごい上がるやつ使ってしまうと、この、あれが使えなくなっちゃう。これが使えなくなっちゃうんですよね。MP0 になっちゃうから。神速と渇望が使えなくなる。で、じいちゃんにそれを装備させるとなると、今度はトリプルチャージとかの枠がなくなっちゃうっていう。そういう都合があって、コウスケが、バフかける役目も果たすという、そんな感じになってしまったというわけです。まあでもじいちゃんの攻撃力も、修行の時に上げといたので、まあ、あんまり問題はないんじゃないかな。コウスケの方がまあ、元々の攻撃力はあるにはあるんですけど、そこまであれではないかなっていう感じにはなったんで、まあいいんじゃないかなという。OK! OK, OK! お!なんか動画あるよ。で、これセーブできる。お、やった!できる !OK! じゃあここ、ボスかな?で、これ何?入り口まで戻る。頭の、往来可能。いいですね。ほい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 。これで移動楽になったね、だいぶ。そしたら、行きましょうか。一応回復させてね。完全回復させて。行きましょう。多分ラスボスかもしれない。OK、しゃー、行きましょう。あ、何ここ?どこよ?バニーモール。やっぱり、君たちしか。お前は門番をやっていた。こいつ何なの?急にいなくなったけど、物語で。今になって出てくるとはね。お前が黒幕なのか。まさかここまで来るとは。なんだこいつ。そこが見えないぞ。あなたもしかして。すっごく悪い人。そこっていうのはあれ?猶予の底のこと?お前たちもまた死の因果に導く彼氏囚人。幾多の絶望を取り込み、その業を背負ってきたんだろう。そうだね、もうカルマ36になっちゃったから。積み重ねてきたそのカルマ、見せてもらおうか。あ、戦うの?マジか。この先にも道あったような感じしたけど。聞きたいことは山ほどあるが。今は戦いに集中しよう。本当にこいつと戦うことになるとはな。一回なんか戦う栗みたいなコントみたいなしてたけど。本当に戦うんじゃん。やばい大丈夫スキル封印、スキル封印。オッケーオッケー。よかった。まなみちゃんがされない限り、まだ大丈夫かな、スキル封印は。こいつらは単体、あ、物理防御か。そしたらガードか。仕方ない。で、有得一点を、かける、かけ算して、で、予防の、ディフェンスアップかけとく?どうしよう?ちょっと悩むな。いや、ガードしとこう。で、じいちゃん。神絵が使えない。そうだ、スキル封印。危ない危ない。新規一点のお知らせするの忘れてた。で、予防かける。はい。で、このターンガードだな、じいちゃん。で、多分 TP100 溜まるべ。90、100! いいですね。自称流動させた。何これ。え、どういうこと?なんか、何もされた感じしないんですけど。BGM いいですね。今更だけど。よし、OK。何も問題なく、有用得意点をかけられたので、攻めに転じますかね。渇望攻撃。あ、そうだ、物理無効か。ネガストロークだとしょっぱいんだよなぁ。どうしよう、ガードしとくか。はい。で、滅却3度掛けでいいかな。3度掛けして、で、葵ちゃんどうしよう。あ、ごめん。葵ちゃんの有用得意点忘れてた、ごめん。危ない。気づいてよかったよ。とっておきの地帯なぁ。どうせなら。中くらいのしょっぱい気がするんだよなぁ。ガードでいっかな。ガードばっかでちょっと、もどかしいけど。神優位アタック。行こう。自滅の恐怖。あ、ダメージ食らうね。はい。防御力ダウンしてきた。ちょっと次のターン一応バフ
かけてディフェンス戻しておきますか。念のためね。攻撃上げる。はいはい。そういえばこいつの優位を見てなかったけど、どんくらいあったっけ。まあ、1万は多分軽く超えるだろうけど、5万ぐらいあっかな。行くぜ。神酔い飲んで攻撃。ドンドンドン。いい。6000ぐらいいってた。6500とか7000とか。いいですよ。はい。で、14万。16万ぐらいあった、もしかして最初の方。そっか、ここまで食っても強えな。で、物理防御解けた。どうしようね。予防がかかってんのか。フリアゴーストでも打ってみる。で、アタックして。入浴得意点、これ何ターン目だっけ ?2 ターン目か。したら、どうしよう。滅却で今のうち TP 上げときたいな、みんなの。滅却かけーの。ディフェンスアップさせーの。とっておきの使うまでもねえかな。ちょっと貯めとくか、TP。そうですね。ガードでっかな、どうしよう。ガードする意味もないんだよな、ぶっちゃけ。とっておきの使うか。で、じいちゃんね、どうしようかね。ゴッドファーザー撃っとく。からの攻撃でいいんじゃないかな。いやー、かなり長引きそうだな。こいつの後もまだ控えてんのか、もしかすると。そう考えると、長丁場になりそうだな。フリアゴースト。異常防止を解いて、攻撃、なんじゃない。眠らせ、目覚ましい、眠らせ。いいですね、やっぱり奇数攻撃でいる方がいいかな、コウスケは。あ、目覚ましちゃった、結局。そっか、奇数も2回攻撃すると、あれだね。3-3でやっても6になっちゃうから、結局目覚ましちゃう。睡眠が一番使いにくいよな、異常状態。ゴッドファーザーいけー。ドンドンと防御力下げて、いいね、どんどん食らいますね。2000くらいいくか。もっといくか、2500。いい。いいですよ、7500くらいいってるんだな、単攻撃で。オッケー、いいですね。で、11万。削れてますね。削れてるよ、いいよ。したら、かけ直す。で、有用得意点もかけ直す。受け直して、MP も回復させてあげたいね、そろそろ。リベロデューサーを次のターンあたりに挟みたい。で、どうしよう、葵ちゃん。とっておきの打ったんだよな、さっきね。TP が38あるから。予防かけ直しか。な。で、応援団でもしとくよ、一応。あ、でもみんな減ってるんだよな、言うよ、全然。葵ちゃんがちょっと減ってるくらいだから、ガードでいっか。TP 貯めるか。で、じいちゃんが、また TP100 溜まってるんで、ゴッドファーザー撃てるんだけど、多分普通に攻撃した方が強いんだよな。はい。これ行きましょう。まあね、誰か一人が急に死にそうになっても、ちょっと助けられるからね。まあ物理防御かけてるから、それないんだけど、多分。わかんないからね。どんどん。いいよ。6000ぐらいいったかな。いいよ、得意点かけて。いけ、じいちゃん。見せてやれ、お前の攻撃力を。進化したお前を。いいよ、これかける2だもんね。いったんで、1万3000。そっか、3回か。いいですね。7000かける3で。おお、来た。クリティカル7000ぐらいいったね、今。残り8万。いいな。一旦に3万くらい減ってるな。ちょっと強くなったな、ほんとこいつら。なんか嬉しいわ。そしたら。まあ、攻撃でいくか、このターンはね。攻撃して。異常防止もあいつ貼ってこないな。得意点を葵ちゃんにかけて、リベラデューサーかな。これを2回使っとこう。完全回復させて。で、葵ちゃんどうしようね。
応援で挟んどくか。どうしようかな。いや、攻めよう。とっておきのでしとくか。とっておきして。でもガードでいいかな。いや、攻撃。食らうかな。一応、葵ちゃんの攻撃力もね、結構上げたんですよ。修行してる間。だからもしかしたら、ちょっとになっちゃうかもしんないけど、食らうことは食らうかもしんない。はい。よし。ドキ抜け。いいね。1000くらい食らった。で、攻撃が740。いいじゃん。いやー、よかった。攻撃力上げて。いや、いいよ、いいよ、普通に。もう40とかだったら、さすがにちょっとやめようかなと思ったんだ。いや、普通に3桁で700いけば十分中だ。で、いいね、こうちゃんクリティカル入ったさっき。で、6000くらい食らったから。はいはい。12000削り、MP 回復させて、いやーこのほんと4人で、このパーティー、4人いなきゃ、始まらないこのパーティーいいな。誰か1人かけても、苦しくなるからね。誰一人やらさせねえぞ。4人最強。4人揃えば最強だから。7000! いいよ。クリティカル入るね。自称流動。これが謎なんだけど。ああ、異常防止か。解除のやつね。了解了解。で、暗闇。スキル向こう、2人かかっちゃったから。はい。え、めっちゃやってくるな。めっちゃ動くじゃん、こいつ。物理無効してきて。はい。で、スキル使えなくなっちゃった。ガードしとくか。いや、攻撃、攻撃、ガードリー。残り3万3000。いやー、今のターンめっちゃ削ったね。5万くらいいった。したら、どうしよう。新規1点で、予防もかけ直しておくか。で、じいちゃんもスキル使えないから、攻撃するしかない。ん?あー、攻撃力ダウンか。2回やってきたな。で、これでトイック、スキル無効。予防かけて、攻撃ゼロか。そうだ、物理無効してたの、そういえば。ミスった、ミスった。これもゼロだね。はいはい。すいません。めっちゃミスった。もったいないことした。したら、アタックが下がってんのか。かけ直してもいいかな。で、物理無効と予防だけか。フレゴを打っとくか。あ、でも、3万だな。いや、もういいや、叩いちゃおう。で、猶予得意点かけ直し。かけ直して。で、葵ちゃんどうしよう。応援団。使う意味なかったな。みんな減ってないな。あー、そしたら。攻撃でいいかな。攻撃2回して。で、じいちゃん。どうすっかな。ディフェンス下がってるよね。もう行くべ。このターンで終わるんじゃないかな。あ、ごめん。俺ほんとバカだな。謝っといてなんでまた攻撃してるんだよ。物理無効なのに。あ、バカすぎる。あれ?食らってるな。あれ?食らってたの今。あー、まあいいや。ドン、ドン、ドン、ドン。これでいけるかな?はいはいはい。ドン、ドン、ドン。もう一回あるよ。お!いったんじゃない?これ。ふふふ。ふふふ。倒した。倒したのか?これ。ちょっと待って、セーブ。セーブに戻らせてくれ。で、あと、ちょっと、装備変えよう。思ったんだけど、これ素早さ欲しいな。やっぱり。最大 MP0 になるが、敏捷性250。こっちにしよう。セーフ明月。これで多分、葵ちゃんより早く動けて、あれでできるね。言う得意点はみんなに、3人だけど、できるから、これにしとこう。で、セーブ。防御力いらなかったな。物理防御できれば。こっちのもんだわ。んーで、ここは、何もないかね。お、これ街やん。街。で、お、誰かいる。これ何?
こいつ誰よ。